ない、ない、どこにもない。お前の14点のテストならここにあるぞ。そんなんじゃないよ。昨日、京子ちゃんにもらったプリンがないんだよ。ああ、せっかく楽しみに取っておいたのに。俺は知らねえぞ、そんなお子ちゃまなスイーツは食わねえからな。わかってるよ、犯人はあいつに決まってる。黙れ。リボン、相変わらず容赦ない。それよりランボ、俺に何か言わなきゃいけないことがあるんじゃないの？プリンだよ、プリン。俺のプリン食べたの。とぼけるな。言い方変えたってダメだ。リボンは食べてないって言うし、リーピンだって黙って人のものを食べたりはしない。よって犯人はお前しかいないの。窃盗の罪で1年の実刑、フライパンで火あぶりの刑だな。とにかくランボにはそれなりの罪を償ってもらうからね。お、あっさり死刑にするのか？そんなことしないって。これだよ、こちょこちょの刑だ。被告人ランボ、今からお前を30分のくすぐりの刑に処する。覚悟はいいな。それ、こちょ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 。まだまだ、食べ物の恨みは深いんだぞ。そーら、こちょ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 。あらあら、楽しそうに遊んでるわね。違うよ、ランボが黙って俺のプリンを食べちゃったからお仕置きしてるの。プリン？昨日せっかく京子ちゃんがくれたのに、ランボが勝手に食べちゃってさ。ぐちょ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 。あのプリンってつーくんのだったの？え？あら、やだ。母さんてっきり前に買ったのが残ってたと思って。それじゃあ、あのプリンは母さんが食べちゃいましたって？でって、もう頼むよ母さん。よかったな、ランボ。本当にごめん、俺が悪かったよ。そんなこと言わないでさ。あ、そうだ、そのお詫びと言ったらなんだけど、ランボにいいものあげるよ。ケーキにモンブランにミルフィーユ、全部ランボが食べていいからね。
明日小久寺君たちが遊びに来るから母さんに頼んで買っておいてもらったんだ。ランボー、それで許してよ。困ったな。じゃあどうすれば許してくれる？分かってるって。ランボー、どうしたの？まさかあのケーキ。私の特製ケーキ、どこに行ったのかしら。やっぱりビアンキのポイズンケーキだったのか。ちなみにママンが買ってきてくれたケーキは俺が全部食べたからな。今更手遅れの告白だ。大丈夫かランボー。